電気事業低炭素社会協議会は、日本の電力業界が実効性ある地球温暖化対策を推進することを目的として、設立された電気事業者、卸供給事業者等によって構成される協議会である。法人格はなく、任意団体として運営されている。低炭素社会実行計画を掲げ、その達成を目指すことに賛同する。 会員事業者が独自かつ個別に実行計画に取り組むことを促進、支援し、もって電力業界全体において実効性ある地球温暖化対策を推進することを目的としている。2011年に発生した東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故以降、基幹電源の不足に直面した東京電力やその他の電気事業者が相次いで 石炭火力発電所の建設を計画した。経済産業省はエネルギー安全保障と経済性の観点からこれらの計画を指示したが、環境省は温室効果ガス排出増加の懸念からこれに強く反対したため、膠着状態が続いた。この状況を打開するため、経済産業省、環境省が協議を行い、2013年4月25日に、 両省の連名で東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめを発表し国の目標と整合的な形で電力業界全体の実効性のある地球温暖化対策の取り組みが確保されるよう電力業界全体の枠組みの構築を促すことが示された2015年3月電気事業連合会及び特定規模電気事業者有志が 自主的枠組み構築のための協議を開始した。2015年7月16日、経済産業省が長期エネルギー自給見通しを決定した。これにより、日本の2030年度における電源構成、CO2 排出量、CO2 排出係数等について政府による見通しが示された。2015年7月17日、電気事業連合会加盟10社、 電源開発、日本原子力発電及び新電力融資23社が低炭素社会の実現に向けた新たな自主的枠組みを構築するとともに日本経済団体連合会の低炭素社会実行計画の一部を構成し政府の長期エネルギー自給見通しとも整合的である2030年度を目標年次とする電気事業における低炭素社会実行計画を 策定、公表した。2016年2月8日、自主的枠組みに参加する36社が合意する、規約が発行し、電気事業低炭素社会協議会としての事業を開始した。ありがとうございます。